ダニーロ・ペトロビチ・ニエゴ氏は、モンテネグロ王国の王位継承者。王国滅亡後の1921年に7日間だけ、名目上のモンテネグロ王を称した。モンテネグロ王ニコラ一世とその王妃、ミレナブ・コティッチの長男として生まれた。1899年7月27日、ドイツのメクレンブルクシュトレーリッツ大公、アドルフ・フリードリヒ5世の次女、ユッタと結婚した。 政教に改修して、ミリツァと名乗った妻との間に子供はなかった。ダニーロは、バルカン戦争や第一次世界大戦ではフオーラと一緒にモンテネグロ軍を率いて戦った。モンテネグロがセルビアに併合された後、1921年3月1日に、父ニコラ一世が死去すると、ダニーロがモンテネグロ亡命政権の指導者となり、モンテネグロ王を名乗った。 しかし4日後の3月5日、理由は半然としないが、ダニーロは名目上の王位と、モンテネグロ王傑家長の地位を、弟、ミルコの三男で四次とされていた王位のミハイロに譲る、ことを宣言した。ダニーロは3月5日に上位を表明した後、翌日には福井氏、さらにその翌日に、再び王位を放棄するという意志の弱さを見せ、自身に対する辛抱を大きく傷つけた。 元大使の上位宣言とその天末は、モンテネグロ人亡命社会に深い失望感を与えた。1934年、MGM 社が映画、メリー・ウィドウの中で、自分を事実とは違う形で描いたとして告訴し、パリの法廷で勝訴して4000ドルの賠償金を手に、した。1939年、アンシュルス直後のウィーンで死去した。ありがとうございます。